はい、皆さんこんにちは。愛姫伝 YouTube チャンネルの愛姫です。はい、さて、今日はですね、この明日もう夜中ですねに、起こる獅子座の新月について、今日お話ししたいと思います。この間のですね、あの星読み座談会ではですね、先にちょっと詳しくお話してるんですけれども、今回の、新月が、結構私の中では重要なんじゃないかなっていうふうに思っていて、でそのもうその新月に向けてすでにもうなんかいろいろこう起き始めてるじゃないですか。もう今なんか私の周りでも結構起こってるし、あの私自身にも結構ですね、この1週間ぐらいいろいろ起こってるんですよ。で私自身がこう決めていくっていうことももちろんあるし、こう世の中で起こっていること、私のこの住んでるこの周りで起こっていることで、こうなんかこう気づきなさいよみたいな、そういうメッセージがすごい、感じるんですね。でこの新月は本当にこう今までこう表に出てなかったものがこう表に出てきたり、なんかそういうそのいろんなことが起きていることを見ながら、自分がこうそれに対してどういうふうにこう考えるか、それを見てなんかこう感じるところはないかとか、今こう自分がやっていることとか、自分がいる場所とか、こう未来に向けて自分がやってみようと思っていることとか、そういうのをこう周りのいろんな状況を見ながらこう決めていく、なんかそういうその意識の変化みたいなのがすごいこう起こりやすい時なんじゃないかなっていうふうにすっごい思うんですよ。で、今回の新月はその月のサビアの意味が破壊と再生の意味を持つこうちょうどサインなんですよ。で、まあ、その他にもこう冥王星が7ハウスにいて、でその冥王星と、月と太陽がちょっと7度、8度か8度離れてるので、それは態度ではないんですけど、こう180度の位置にいたりとか、あとこう海王星と、牡牛座のところに3つ星がこう今度こうぴったりと重なる、ほぼほぼ重なるんですけど、それがこうちょうどこう三角形になったりなっていたりとか、こう普段だったら気づかないようなことが、この期間はすごくそのピンとくるというかね、気づきやすいんじゃないかなと思うんですよ。でここからは本当にこうこの海王星のサビアの意味が、それぞれがもう、こう自分の道を別々の道を歩いていくっていう、そういうエネルギーを持っていて、こう生まれる前のエネルギーなんですけれども、なので本当にその今までこう一緒に歩いていた人も、もしかしたらもう価値観だったりとか考え方とかが違って、自分と同じ方向にはこう行けない人が出てくるかもしれないし、その逆にね、こう新しい、私もそうなんですけれども、新しい出会いが ある人もいるんじゃないかなって思うんですよ。でこの半年ぐらい、もちろんもっと長いスパンでもあるんですけれども、こう地道にこうコツコツやってきた人にもはすごくご褒美もあるんじゃないかなと思っていて、なのでこうなんていうかな、突然状況が良くなる人と、突然状況が悪くなる人と、なんかこう二通りにあるんじゃないかなと思うんですよ。でだけどもその一見悪いことのように思っても、実はそれもこうサインだったりするんですよね。このもう気づきなさいよっていうサイン
だったりするんですよ。だからまだ今そういうことが起きる人っていうのはまだすごいラッキーで、でこれで気づいて自分のその考え方とかその古い価値観だったりとかそういうものを、手放すきっかけも ある人がいるんじゃないかなって思うんですよ。なので本当に今回の新月っていうのは本当にそれぞれがね新しい道をもういよいよ歩き始めるみたいな、なんかそういうこうエネルギーをすっごい感じるんですね。なのでまだこうなんていうかな、こう立ち止まっている人もこれを見ているっていうことはやっぱりこう何も考えていない人とはまたちょっと違うと思うんですね。なので本当に気づきを与えてくれるような出来事っていうのが世の中にも起きてくると思うので、それを本当によくキャッチして、なんかもう古いものが壊れていってるっていう、なんか一つの時代が終わるんだなみたいな、なんかそういうものも最近いろいろあるじゃないですか。なんかねこう今までこう逮捕されなかった人が逮捕されるようなんかこう気配があったりとか、本当にこう一時代を築いていた人たちが続々とこういなくなっていくみたいな、なんかそういうのを見ているだけでもなんか終わるんだなみたいなっていうのを感じれるんじゃないかなと思うんですよ。なので、この新月期間っていうのはテーマが勇気を出して、自分で決断して動く、これがすごく私の中でのこの新月のすごいテーマかなっていうふうに、すごい思ってます。なのでそんなに大きなことを動く必要もないので、私は今回ちょっと本当にまた新たなね挑戦をしようとしてるんですけれども、なんかそういうそのそこまでの大きな変化をしなくてもとにかくこう自分で動き始めるっていうのを、この期間に今まで迷ってた人も何でもいいのでこう自分で新しいことを自分で動くっていう、自分で動きを起こすっていうね、とにかく何でもいいので一歩始めるっていうことを、この期間にやってる人とやってない人で今後の流れがすっごい大きく変わってくるような気がするんですよ。でちょうどこの新月の数時間後に木星が逆行し始めるんですね。なので本当にこのこれからまた後半にかけてその見直しみたいなのも起こってくると思うんですね。なのでこの新月でまずは自分で決めるっていうことをまずしてすると、そしたらそれの調整みたいなのも入ってくると思うんですよ。なのででもここで決めないとですね、もうなんかこのあとなかなかそういうこういろんな星が逆行し始めるから、こう新しいことをそこから一から始めるっていう感じではなくなるんですね。なのでとにかくこう決めるっていうね、でもう自分の心の声に従うっていう、周りの人の心の声に従うんではなくて自分の心の声に従うっていうことを今回の新月はぜひ、頑張ってねそこを、やってみていただけたらなというふうに思います。なかなかこの新月期間は本当にこうちょっと何が起こるかわからないようなエネルギーなんですけれども、本当によく見てこう何が起きているかっていうのもよく見て、そこから先を読むっていうね、この世の中の流れの先を読むっていうことを、ぜひやってみていただけたらなっていうふうに思います。もうすでにこうなんとなくこうねこう予兆みたいなのが起きてますけれども、ぜひそこをね見逃さないように、なんかぼーっとしてたら結構こうあっという間に過ぎてしまうので、で今年は木星がお羊座にいるのですっごい暑いし、なんで逆行し始めたら少しはマシになるかなと思うんですけれども、本当この期間っていうこの夏の期間っていうのはすごく大事な
1ヶ月になるんじゃないかなと思いますので、ぜひあの宇宙を信じてね、あの自分の魂の声に従って、勇気を出して前に進んでいってみてください。はい、ということで今日は、明日、7月29日のね、午前、夜中の2時55分に起きる獅子座新月のお話でした。はい、ということで、これまたこの、下にですね、次の星読み座談会のお話とか、あと古事記のね、今度講座の、説明会みたいなのをね、今度8月には、する予定でいますので、まあ、ぜひねそちらの方も、参加してみていただけたらと思います。あと LINE の方ももしよかったら、お友達になっていただいたらいろんな情報がいきと思いますので、この YouTube のチャンネル登録と一緒にぜひよろしくお願いします。はい、ということで、愛姫伝の愛姫でした。それでは皆さん素敵な新月をお過ごしください。それではまた。